荻田大樹は日本の陸上競技選手。専門は棒高跳び。香川県出身。観音寺市立大野原中学校、香川県立観音寺第一高等学校を経て、関西学院大学商学部卒業。大野原中学で棒高跳びを始め、観音寺第一高校に進学し、高校3年の2005年国体少年男子 A で優勝。2006年関西学院大学に進学。同年7月の日本ジュニア選手権で自己ベストを更新する5m20で優勝。同年8月に世界ジュニア選手権に出場したが5m10で予選落ちした。2008年6月、関西学生対抗選手権で学生記録の5m56を記録を樹立した。2009年12月、東アジア競技大会で優勝。2010年ミズノに入社。2011年第95回日本陸上競技選手権大会で準優勝、アジア陸上競技選手権大会に初出場して準優勝、国体青年で初優勝。2012年2月にオープン出場の日本ジュニア室内大阪大会で5m60を記録して4年ぶりに自己ベストを更新するとともにロンドンオリンピック参加標準 B 記録も突破。4月の小田幹雄記念国際陸上競技大会で自己ベストをさらに更新する5m65を記録して初優勝したが6月の第96回日本選手権で5m32の3位となりオリンピックを逃した。2013年4月小田記念で2連覇。アメリカのマウントサックリレーで5m70を記録して自己ベストを更新。同年6月の第97回日本選手権は3位だったが、世界陸上競技選手権大会代表に決定した。初出場した8月の世界選手権は5m40で予選落ち。2014年東日本実業団選手権で5m61を飛びアジア競技大会派遣標準 B を突破したが、第98回日本選手権2位で代表入りはならなかった。2015年静岡国際で5m65を飛び、世界選手権派遣標準を突破。第99回日本選手権でも初優勝を達成し、世界選手権代表に決定。世界選手権ではシーズンベストの5m65を成功したが、5m70で失敗して予選敗退。2016年4月、テキサスリレーで自己ベストタイの5m70を記録し、リオデジャネイロオリンピック派遣設定記録を突破。同年6月、第100回日本選手権は5m60で2位となり、派遣設定記録を突破している選手の中で最上位となったためオリンピック出場が決定した。8月13日のリオ五輪棒高跳び予選では5立方メートル0、5m45をいずれも2回目で、成功したが5m60で失敗して予選敗退。2017年、小田記念において自己ベストタイの5m70で優勝し、世界選手権参加標準記録を突破。セイコーゴールデングランプリも5m60で優勝。第101回日本選手権は5位。3大会連続3度目の出場となった世界選手権は5m45の全体18位で、予選敗退となった。ありがとうございます。